はよー時間に割と、営業ギリギリに来ることって結構少なくて、営業何分か前に来て、タスク整理というか、なんかそういう感じが、なんか日常ですかね。ポジティブシンキング僕もともとサッカーやっていて、どちらかというと、なんだろう、こう気にしいというか、やっぱりこう一つのことを結構こう考え込んじゃうタイプなんですよね、元は。やっぱりスポーツ通して、やっぱりこう試合とか、例えば練習で一つミスをして、でそこから、こう精神的にこう、落ちると、そこからいいプレーが全然できないっていうのをもう、 こう小学校の時からこう経験してて、でそれって何なんだろうと思ったら、やっぱりこう考え方というか、ミスしてしまったらどうしようって、またミスするんじゃないかっていう、そこの考えがあるとまたミスしちゃうじゃないですか。けどそういうのを気にしないようなこう向き合い方というか、次々っていう、次に行こうっていうようなこうマインドっていうのを、割とその小学生の時にこう植え付けられたというか、だから一つミスしても次があるというか、そのミスのおかげで次はじゃあこうしようとか、なんかそういうようなこうポジティブなマインドっていうのは、やっぱりスポーツを通して学んだっていうのはありますね。だからそれがその美容師になるわけですけど、美容学生の時とかもやっぱりそういう練習とかで悔しい思いとかできないっていうことって、多々あったわけですけど、けどちゃんとこうやり続ければ結果が出るっていうのは、こう幼少時代からやってたそのスポーツっていうか、サッカーを通じて学んだ部分があるんで、だから努力し続けると必ずこう結果が出るっていうのは、やっぱりその時からですかね。なんかもしかしたらスポーツやってなかったら今の自分はないなとは思いますし。お風呂の通路を通って、そう、そうですね。でもなんかすごいいつ来てもなんていうの、あったかいというか、なんてアットホーム感があるので、着やすいのと、もシンプルにカットがすごい収まりがいいのと、何ですかね、でも私が好きなスタイルを言わなくてもやってくれるところとかですかね。でもなんか、もし息子が表紙しやん、表紙があるのかな、アシスタント2年目の河合の中です。リピートするお客さんって必ず多分ホーリーさんにハマっちゃうんですよね。なんでハマるのかなって思うと、居心地の良さみたいな、なんか多分フィーリングがすごい、なんかハマりやすい人なんだろうなって思います。やっぱいろいろ考えたりとか。あれ2階違うか、僕のこと言ってる感じ。確かにね、トミーちゃんのなんかもう常にハッピーオーラ全開早起きだ、めちゃくちゃツヤツヤ、本当ですね、見たいよね、ここが広がりやすいからね、ここは根元、なんかいつ会っても本当になんかいい意味で少年感というか元気で、なんかそうですね、そのいつ会っても元気だから、なんか会いたくなるような、またそうですね、来たくなるような美容室だなと思います。いいね、いいね、結構違うよね、かなり違います。なんか変やね。
自撮りに近い感じ。何を求めてるんですか。じゃあ女子の自撮りに近い方でって。あ、さすがです、ふみちゃん。ちょっと待って、センターか。風強いね。本当ですね。ウィー OK。 はい、バッチリ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、では、分かりました。またなんか途中で気になったらいつでも。はい、分かりました。すごくいろんな美容師さんがいて、そのいろんな働き方があるとは思うんですけど、やっぱ僕にしかできない仕事の仕方とか、やっぱり僕にしかできないその人と人とのつながりを生かしたなんか新しいことへのチャレンジっていうか、なんかそういうことをやっていきたいなと思いますね。お店でもこういろんな美容師の方とコラボしたポップアップだったりとか、こういろんなイベントを開催したりしてるんですけど、まあ、そういったものをもう少しこうアップデートしたようなことを、ちゃんとこう一つビジネスにもつながるようななんか新しいこととかに今後トライしてやっていきたいなっていうのは個人的には思いますね。うん。ちょっとピクニックじゃないですけど、ちょっと敷物だけは敷いて床に座ってみんなでお食事会をしましょうみたいなのをスタッフの方と一緒にしたりだとか、なんかそうやって使い方を、いろんな他の使い方もできるよねみたいな、なんかそういう話から始まったりまして、はい、じゃあ doing the proper perfectly okay perfect。 I always trust 堀江さんと堀江さんの。杉田萌です。アシスタント2年目です。なんか技術はもちろんやっぱカットとかがすごい、本当に素早く繊細なカットをしててすごいなといつも思ってます。近いところでしょ。ここはちょっとコットンでさ、アシスタントの和田雅樹です。よろしくお願いします。プライドは多分あるけど、なんか例えばこれいいですよって言うと、いや俺これあるからとかじゃなくて、しっかりあこれもいいんだって吸収してっていうか、こうやって自分の中に入れてこうちゃんとアウトプットするっていう、全部自分のものにしちゃうっていう、なんかすごいスポンジ力とかもすごい尊敬します。副店長の佐藤若菜です。ホリーさんは常に新しいことを探して新しいことに挑戦している姿が、私が入って10年間ずっと変わらず続いているのですごいなと思っています。って書いてた。あ、本当ですか。あ、でも全然多分全体的にちょっと色味も暗くなるし、うんうん、ずっとお願いしてるんですけど、上手だし不安なく切ってくれるし、なんだろう、あとすごいセットの仕方とかも終わった後教えてくれるので、そういうのも安心するし分かりやすいし、めちゃめちゃ信頼してるからですかね。さっきのこちらのお客様は最近あの解き方を TikTok に上げてるんですけど、それを見ていらっしゃったお客様でした。なんか若い方が見る印象だったんですけど、なんか大人の方もね、やっぱ最近見られてるみたいで、なんか娘さんが見てたやつをあの見てきました。アシスタント1年目大橋芽衣です。すごい代表というすごい上の方なのに、なんか私たち1年目にもすごい話しかけてくださって、すごい気さくな方で、いつも楽しくお話しさせていただいてます。アシスタント1年目の吉田俊です。なんかホーリーさんと一緒に働くとなんかハッピーな気持ちになるっていうか、すごいなんか歩くパワースポットみたいな存在の人です。こっちの生活どう？
いやー、まあ、まだ研修に残したばかりなので僕のアシスタントの時からですよね。そうですね、自分が16、17年ぐらいですね。すごいね、お医者さんです。スタンワークで大事にしているのはとりあえずハッピーに笑顔、うん、やっぱりお客さんがやっぱり感動してもらえるような仕事をするっていうのはすごい大事にしてますね、うん、ありがとうございました。ちゃんトップバッターでいきやーす。ニソックス、うん、ね、割と今回さくらちゃんがそういう感情っていうテーマでやりましょうみたいな感じで提案もらって、でそこからまあ、どんな感じの作品がいいかなみたいな感じで、結構過去の昔の作品で最初まあこれがここからちょっとアップデートしたような作品というか、こう重くダークになりすぎるんじゃなくて、その中でもこう希望だったりとか、なんかなんだろう、こう未来を感じるような少しこう温かさとか、そういうハッピーさも少しこうなんか見えるような、なんかそんな作品。あ、もっと上げる、せーの、せーの、はい、こっちです。もうちょっと入ってるんです、せーの、立ってる方がいいのかな。うん、かわいい。あ、だからちょっとこうもやっと波っていうね。さすが、ああいいね。ああでもさっきぐらい質感が出てきてくれると、ああいいね、いいね。潰したまんまがいいので、潰れてて際の動きが出てたら全然あると思う。狙いとしては、あそこまで引かないで、なくていいのか。あ、うん、かわいい。手の感じがかわいい。うん。信じてます。いやいや、すげえ髪良くなった。すげえ髪良くなった。絶妙だね。OK です。ありがとうございます。かわいいよ。かわいい。花見をしてたね。ひかちゃん、一回テスト。やっぱり自分自身をまず好きになって、やっぱり自分っていう人間を信じる、うん、自分がやってる仕事を天職だと信じてしっかり向き合ってやり続けるっていうことかな。はい、うん、ね、めっちゃ勉強になったな。てかまた撮りたくなりますね、うん、やりたい、試したい。やっぱ自撮りはしなきゃダメだな、勉強になる、本当に。さくちゃんすごいですよね。すいません、ありがとうございます。だいぶ色が違うのかもしれない。
やっぱりこうまず自分自身にしっかり向き合って、やっぱり自分の長所、そこを一番伸ばすっていうのをやっぱ大事にすると、なんだろう、自分のネガティブなところというかマイナスなところとかも隠れるぐらい自分の長所を伸ばすと、なんか、うん、その人らしいし楽しいのかなと思うんで、なんか超長所進展法、うん、こんな感じこういう、こういうよりは多分こういう感じの方が多分ね面白いと思うし、うん、と言いつつなんか自分が作るデザインって結構こうだったりするんですけどね、こういうところに憧れる